山陰の小京都津和野、ここは津和野城の跡地から撮影しています。今左の方へですね、川が曲がって奥に津和野の城下が見えますよね。左のところにちょっと隠れていますけど、リフトがあって、リフトに乗ってここまでというか、リフトに上がってそこから登山道を経てここまで来ることができます。まあ、城下町、本当に山間の小京都って感じですよね。盆地って言えば盆地なんですけど、こんな山奥にね、こんな空間があると、まあ、逆に開発されにくいのか、例えば大きい高速道路とかね、まあ、高速道路向こうにあるのかな、まあ、鉄道もね、新幹線とかが通ってるわけでもなくて、ローカルな一両編成の列車が走ってると、まあ、そんな城下町ですけどね。まあ、町並みは多少観光地化はしてますけど、まあ、逆にいい観光地化ですよね、ここの場合はね。近代的なことは近代的なことでいいと思いますし、古いものもちゃんと残しててですね、まあ、本当に古き良きものを大事にしていると、まあ、美しい城下町だと思いますよ。小京都巡りはですね、まあ、城下町とはまた分けてですね、一緒の場合もありますけど、まあ、ここもそうなんですけど、全国の一応私が行ったところは65箇所ぐらいになってるんですよね。なんかそのいろいろ選定基準とかがあるみたいですけど、まあ、全国で、まあ、意外にも東京とかですね、小京都の、なんですかね、要件を満たしていればその全国小京都協議会でしたっけ、なんかそういうのに属して、その町が、ね、認定されていると。だからここはでも間違いなく小京都だと思うんですけど、まあ、城下町イコール小京都でもないし、小京都イコール城下町でもないと。だから海側の町はね、やっぱり小京都に選ばれてないですよね。内陸のやっぱり京都のイメージが海じゃないですよね。まあ、海のものももちろんありましたけど、若さのサバとかね、それは輸入というか持ってきてるわけですよね。だから海沿いの、城下町で小京都っていうとちょっと少ないような気がしますけどね。内陸の方のその町並みとか景観ですかね、そういったものが考慮されるみたいですけど、ちょっとその60何箇所で今ほとんどもう行ってるんですけど、まあ、最近ちょっと写真もですけど動画撮影もしてますので、また訪問し始めてるんですけど、まあ、城下町と合わせてですね、紹介していきたいと思います。はい、山陰の小京都、岩見、津和野の、城下町小京都でした。